ブチプチひなこイムポンタ略してブチギナフレンズ。おい、ひなこはどこにいるんだ、あいつ。どこだ誰かの家の屋根が。あーポンタの家が壊れた。壊れたんだけど。誰の家なんだろう、これ。オレンジ、オレンジ。かわいそう。はい、ということでですね、まあ、今回もパルーワールドやっていきたいと思うんですけど、まあ、その前に報告があります。拠点の範囲を見定めて、建築をしないとですね、家が壊れるっていうのが判明しました。え？なので、僕の家は半分削れてます、実はここ後ろ。はい、ここ半分、はい、崩壊してます、ここ。ひなこちゃんの方も崩壊してるはずだよね。待って、見に行く。ここからね、はい、ここから入ってみんな。ほら、ようこそ。ようこそ。はい。はい。こんにちは。入るじゃない。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。この先も家なのよ。はぁなくなってる家が崩壊しましたということでね。4人中3人崩壊してるのか。兄さんだけじゃん。そういえば、ま、前回の撮影の後にちょっといろいろやったんすけど。誰こいつ、初めて見るんだけど誰。あの歩いてたらなんかこいつがいて、こいつがなんか水まきめっちゃいいらしいから無理やり頑張って捕まえときました。でもなんか後ろについてきてるよね、これ。これはでもさ、私も作ったんだ。そう、なんかアクセサリーつけるとなんかこいつがずっと出てくれるよね。で、あとプラスで、まあ、前回あのポンタが物資をあの独り占めするっていうあの行為に及んだので、放置してあの物資をいっぱいのゲットしときました。めっちゃ根に持たれてる。あ、はいはいはい、注目、今日やることを発表します。金属鉱石を頑張ってこれ掘れるようにしよう、今回。それってまだ掘れてなかったんだ。あ、掘れはするんだけど焼けない。焼く必要があるんだ。なるほどね。でもね、焼くやつもう作れるはず。え、じゃあ作ろうよ。そんなもう、はい、解決したじゃん。いや、その先もやるって。これ原始的なロってやつをやる必要がある。これどこ行こうかな、これ。この辺にしとくか。オッケー、ここに、じゃあ、はい、これでね、焼けるはず。インゴットにできるはず。あ、じゃあ全部ぶち込む。なんかいちいち口悪いんだよな、こいつ。全部ぶち込むって。ぶち込むは口悪くないだろ、別に。おいでになさるでしょ。おいでになさる。それも意味わかんないけど。待って、はい、イノボーのサドルできた。え、の、な、乗れんのそれ。ライドって出てくる。すげー。え、乗ってる乗ってる。すげー。いいな、いいな。ちょっとつも惜しいみたいな、なんかある。おお。よし、じゃあこれせっかくなんで、ちょっと金属、あ、インゴット、これ焼いとくか。これ焼いとこう。火起こし、いや、お風呂入ってるんだけど、火起こし担当。何のんきに休んでんだよ。一ついい。何、ちょ見てて。ジャンプ力ゴミなんやけど。くっそ、ジャンプできないこいつ。使えねえ。あ、さあ、そして拠点アップグレードできるんで、これしとくよね。はい。あ、なるほど。おい、あとごめんね、俺ずっとワールド開けっぱにして放置してたらさ、自分のあのパルがずっと永遠に仕事してて、俺いつの間にかレベル15になってるよね。うわ、お前だけ抜けがけだ。高いよね、お前だけ高すぎ。一人、待って、誰か捻挫してるんだけど。お前だな。本当だ、お前捻挫してるのか。頑張れ、大丈夫だ、飛んでるから。足が捻挫してようか関係ない、お前は働け働け。見て、俺も作ったよ、サドル。え、アルパカ乗ってね、あいつ。いや、ほんとだ、乗ってる。え、何それ。え、それがいい、私もいいの。あ、お前ら、俺そういえばレベル15だから、角紙に乗れるやつ作れるよ。いいな。それがいい。俺もそれがいい。なんで今言うんだよ。金属鉱石が10個必要だから、ちょっと出来上がるまで待って。じゃあ金属鉱石どれぐらいできたんだ。あ、20個2人分作れる今。え、いいな。作ってよ。あれ、ポンタ角紙持ってたっけ。いや、俺持ってたんですけど、いなくなったんすよ。なんか誰かに取られた、絶対。で、ボックスに入ってるから、これポンちゃんのかな。あ、なんかでもね、すごい衰弱してるけど、いい。マジで。なんで衰弱してるん。え、これ2匹全部ついてくるんだ、持ってたら。え、2匹手持ち入れてんだ。お前、手持ち5匹入れたい、こいつ。やば、お前5匹連れたい、俺。意味なさすぎやろ。あ、残念ながらあまりはいなかった、私は。え、いいじゃん、捕まえに行ってきな。夜になったら出てくるよ、いっぱい。早く頑張って作ってくれ、こいつ。これ出来上がってからちょっと捕まえに来たよな、なんかいろいろ。待ち時間暇やな。あ、でもポンちゃん夜になるからさ、捕まえてこいよ。始まりの地の方で。
よし、捕まえてこよう。始まりの大地の方行っとこ。私も暇だからちょっとレベル上げしてこよう。あ、そう、レベル上げしとき。じゃあ俺も行ってこよう。どいつ捕まえようかな。ココア、ココア。あー、死んじゃった。手持ちが強い。あ、ちなみにご飯そういえば出来上がってるよ、いっぱい。400個ある、400個。えっ、おめっちゃ作ってんな。それ出かける前に行ってほしかったあ、つながみのサドル一人分できました。誰かどうぞ。いや、もうみんな今お出かけ中やから。あ、じゃあ俺もらい。なんか同じパル10体捕まえると経験値が高いんだよね。同じパル10体か。頑張ってレベル追いついてきて、そろそろ第1のボスみんなで倒しに行きたいもん。ボス倒したいな。ボスなんているんだ。そう、最後のチュートリアル、このなんかレイン密漁団の塔のボスに挑もう。これクリアしたくね。え、したい。頑張ってレベル上げるか。じゃあオッケー、1匹目ゲット。遅っ。いや、さっき夜になったばっかなんすよ。誰が言われてる。あ、なんか新しいパルいる。マジ？んだコアラだって。なんか喧嘩売ってるやつみたい。んだコアラみたいな。はい、サドル2個目できるぜ。これ早く取んないと。これはい、どれ早く取って出来上がっちゃう。早く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 。はい、取ったよ。おぶねー。おー、すげー、乗れた。いい。あ、ジャンプ力高い。うわ、楽しい。え、あとポンちゃんの作ってあげようよ。欲しい欲しい。朝になるまで待って。あ、はい。ね、すごいの見つけた。肉切り包丁。え、こわ。え、何それ、こわ。召喚中のパルを解体できる包丁。え、やば。装備中は撫でるが解体に変更される。解体したパルは二度と帰ってこない。はい。え、やば。ヘラオちゃん、肉切り包丁作ってあげるよ、これ。え、欲しい。はい、よし、肉切り包丁、これで解体できるってことやもんな。よし、肉切り包丁を手に入れたぞ。うわ、やば。ちょっと待って、いらんパル探すわ。めっちゃいるんだよね、いらないパル。何解体するんだろう。いや、もうタマコッコパラダイスだろ、そんな。いきますわよ。解体したパルって食えんのかな。はい、出します。出てるね。タマコッコを解体するがあります。やってみて、やってみて。どうなる。解体する。あー、モザイクかかってる。やば。おー、死んだ。もう一匹いく。やば、お前。肉落ちたよ。やば、肉落ちてる。うわ、どんどんだ。お前めっちゃ解体するやん、お前。ちょ、しばらく解体作業勤しむ私。うわー、怖え。あいつ悪魔だ、悪魔だ。見て、俺めっちゃついてくるようになった。お前うざ。お前邪魔だな。これ良くないっすか、これ超可愛いんだけど。え、ちょっとさ、一旦ポンタ、それでさ、はい、あのフィールドボス倒せるかどうかやってみる。あ、オッケー。あのボスじゃなくてフィールドボス行ってみるか。あ、これでいいじゃん。この11レベルのおこちょ。ポンポンタ何レベル？今11レベルです。お、じゃあ初フィールドボス行ってみるか。よし、行きましょう。俺の最高戦力が。行ってらっしゃい。それがめっちゃ強かった場合、俺もそれにしよう。いや、きっと強いっすよ。検証しよう、検証。草巨獣のなんか丘みたいなところ見に行こう、見に行こう。よし、行くぞ。待って、モザイク、モザイクあるんだけど、あっちの方で。見える見える。さあ行くぞ。ポンタの腕前がどの程度なのか。マジであいつ軍団連れてるんだけど、やば。最高戦力が迎えますから今。あ、ちなみにあの塔が、あのなんかレイン密漁団のボスらしい。チュートリアルボス。あ、なるほど。で戦うのか。あ、じゃあ今は違うとこ行く。今はフィールドボスと。フィールドボス。うん、マジマジ、モザイクあっちの方でめっちゃ出てくるのめっちゃ面白いんだけど。今ね、モコロン解体中。おい、モコロン解体すんだよ、あいつ。毛落とすのに。早く19レベルになりたいんだよね。19レベルになったらなんかあの、なんか配合所みたいなの作れるようになるんよ。配合所？パルとパル同士を配合できんの。で、それやると、マジでザコパルとザコパルで配合すると最強パルになるんよね。何それ。あ、待って、なんか、いるよ、ここに。なんか捕まってる。捕まってるんじゃん。え、なんか見たことないパル捕まって、これ助けてあげられるんじゃないこれ。え、かわいい。出そうぜ、出そうぜ、こいつ。いけいけいけ、戦え戦え。あ、すごい、ポンタのやつが。あれあれ、すげえ。よし、開けた。いけいけいけ。お、確保した。こちぐり？溜め込んだ霊気を放出するだって。よし、もうちょっとでつくぞ。多分ね、この上らへんだな気がする。あ、ダンジョンある、ここに。
よっしゃ、ポンタの戦力が強かったら、ちょ、ダンジョンもちょっと寄り道してこう。頑張れ、お前ら。あれ？みんなどこ行った？どこに、ちゃんとついてこいよ、おい。いや、全然違う方行ってる。なんか火山地帯みたいな方行ってるよ。どこ行ってんの？おい、マップ見ろ、お前、しっかり。ポンコツなんだから、まったくもう、さばいちゃうぞ。やばいやばい、あいつ怖すぎ。あいつ怖すぎ。今、向かってるから待って。これ、一山越えないと着かないんだけど。で、お前、一山下ったからな、お前。あ、いた、いた。あ、来た。あ、おっせえな、お前どこまで行っとんだよ、お前。やっと来た。ここにいたのか、お前ら。はぐれんなよ、マジで。おめえだよ、お前。自分が迷子になったのに迷子センター行くやつや、お前。この奥、この奥。そっち側の谷の、なんか上にいるらしい。あ、なんか緑色のやつある。あ、取っとこう、取っとこう、あれ。ほんとだ。ちなみにこれね、この間のアップデートで発覚したことがあるらしいんだけど、これ今までこれ。ああ、集めても何の意味もなかったらしいよね。え、そうなの？あんな頑張ったのに。なんか捕獲率が上がるらしいんだけど、一切上がってなかったらしいよね。おい、今どこ行ったお前。崖落ちた。おい、もうあいつポンコツすぎるんだけど、マジで。ほんまにどこに行った、マジで。あ、いた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 。今登ってる、今登ってる。さあ、そうそう、見えるぞ。イムのせいでだいぶ時間かかったな。めっちゃかかったな。うるせえな、ちゃんとついてきただろう。あ、いた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 。あいつあいつ。あ、ほんとだ、なんかいた。ほら、あれ強そうじゃない、あれ。え、すごい、でかいよ。あ、ちょうどメガスフィアみたいなの緑色のやつ落ちてるから、あれを拾って、あれで倒して捕まえてこい。ポンタ、行け、捕まえろ。よし、こいつ拾って、行け、お前ら。やっちまえ。おお、すげえ、めっちゃ強い。すごい。強いんだ。いけるいける。え、これいけるぞ。お、ポンタ、これ結構強いぞ。え、いける、捕まえる捕まえる、これは。あと、周りのやつ、光線がめっちゃ速い。なんか攻撃が。あ、でも HP 弱いな。結構減ってんな。あ、でももう半分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 。一気に減った。いけるいける。あ、め、一人死んだ一人死んだ。マジ？ポンタ、捕まえろ、そろそろいける。よし、行く。あー、やばい、凍らされた。頑張れ頑張れ。早く急げ急げ。52%。どうだ、いける。あの、76%。あ、99%。おー、ナイス。ボツ初回討伐。え、これめちゃめちゃ強い説出てきたぞ。え、強くない？えなこちゃんは解体の方はどうだい？あ、全部いった。全部いった。え、ちょっとみんなでダンジョン行ってみる？あり。いや、ありだ。その前にね、上質の作業台ってやつを探しているんだ、私は。え、なんでそんなのあるんだ。それで作れる毛皮アーマーを作って強化したいんだ、自分を。もう少し。てかこれ、なんで俺ら歩いて行ってんの、これ。乗ればよかったじゃん。あ、そうじゃん。せっかく作ったのに。せっかく作ったのにバカだった、そういえば。俺乗れないな。え、なんで？え、作ったじゃん。手持ちにいないと乗れなくないですか、それ。そうだよ。俺5匹ともこいつら連れてきたから。お前頭悪いな。じゃあな、ポンタ。え、置いてこないでよ。作業誰もしてくんない。なんで？多分ね、他の作業をやっちゃってる可能性あるね。ファルを持ってこれやれって命令したらそこになるよ。もういい、自分でやる、どうせ待つだけだし。諦め。だってうちのパルがやってくれてる。じゃあパルじゃない、パルじゃない。よし、上質な作業台、これで、はい、来たー。おー、で、これで金属系のやつが作れるようになるんだよね。金属のつるはしとか。え、これなんか物をさ、パンパンやるのは全員来るのに、なんで手作業の方が来ないの？え、ほんまにほんまに。あ、毛皮アーマー3人分なら作れるよ。え、誰か1人だけ。じゃあ、ポッタ最強だし、いいよね。いや、いる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 。皮系って誰が落とすんだろう。あ、どうせお前落とすだろ、キツネに。キツネとか言うくらいだし。どうよ。あ、皮、キツネビ皮だ、やっぱ。あ、ナイス。あと1匹捕まえてるから解体しよう、家帰って。帰るね、多分足りると思う。まず皮を入れて、てか皮十分あるじゃん。あ、もう足りるわ。毛皮はまあ皮53個あるわ。オッケー、じゃあこれ4つ作るよ。はい、はい。ポンちゃん、解体包丁貸し出すからさ、キツネビ解体してくれる？わかりました。うわ、解体する、ある。はぁ、やってます。うわ、最低。はい、もうこっちです。もうこっち側の人間です。マジかよ。しか
はもう私が捕まえたパルなので他人のをやってます。いやえぐいえぐい、それはあもう出来上がるわすぐ。あこれ切ればいい。うん、どんどん強くなる。しかも可愛い毛皮アーマー。え、なんかさ、いや可愛いんだけど、イムさん、イムさん、イムさんちで寝てる子いるんだけど。なになに、すごい。なんで俺ん家で勝手に寝てんの。あ、じゃあここにベッドあるからじゃん。よし、じゃあ俺たちも寝て、ちょっとダンジョン行くか、一旦。オッケー。オッケー、じゃあおやすみ。おはよう。よし、じゃあみんなで行くぞ、ダンジョンに。ダンジョン、ダンジョンって何。ダンジョン。どういうことなんだろう。いや、ダンジョンだって、ダンジョンはダンジョンだって。で、確か、こっちだった気がする。え、あれそっちだっけ。あ、え、すごっ。え、これさ、走った状態で当たるだけでも玉こっこ死んでいくんだけど。え、そうなの。あれダンジョン消えてる。いや、そっちじゃないって、こっちだって。頭悪い、お前。俺らだったっけ。どこ行ってんの。え、で、どこにあったの。え、この塔じゃないの。え、な、お前さ、あ、バカ、お前。え、だからこの塔違うってずっとさっきから言ってるじゃん。さっき言ったじゃん。え、言ってたっけ。なんなら最初、動画の始まりも言ってたじゃん。あ、ちなみにあの塔が、あのなんかレイン密漁団のボスらしい。チュートリアルボス。あ、なるほど。で戦うのか。あ、じゃあ今は違うとこ行く。今はフィールドボスと。フィールドボス。ダンジョン消えてるね、これ多分。なんかなくなってる。多分時間が経つとなくなっちゃうんだよね、なんか。なんだ、行きたかったな。そのボス行ってみる。1対1なんだよね。あの全員で入れないよね。あら、よし、キムさん頑張れ。頑張れ。今だってそれやる気満々だったでしょ。うん。いや違う違う、ここがダンジョンかと思ったんだよ。倒せるかどうか分かんないけど、ちょっと試しにイムだけ行ってみてよ、倒しに。じゃあ行ってみるよ。緊張すんな。おお、綺麗。可愛いお姉さんがいる。おお、すげえ、本当だ。え、綺麗、美しい、なんか。めっちゃグラフィック綺麗やな。倒せんのかな。いや強すぎる。やばいって、これやばいって。頑張れ。やばい。ちゃんとボス。ちゃんとボス。強い。こいつレベルな？ちょっと待って。いった、いった。なんか体力めっちゃ高くね。HP 3万ぐらいね。ちょ待って待って。パル出せない、パル出せない。出せよ、何。よし、行け今。あ、行って、シールド壊れた。行け、俺の角紙。行け行け、頑張れ頑張れ。いや、HP 全然減らないんだけど。行って、しびれた、やばい。いや、それ8分以内倒さないとダメみたいよね。時間制限あんの。でもなんか削れはしてるね。いや、皆さんがとっとと死にそう、普通に。いや、俺の HP が持たないよこれ。いいこと考えた、これ砂紙に乗って行って。クライツバ、ほら。え、あ、砂紙死んだ。あー、やばい、戦力が、やばいやばい、HP が減らない。ボコされてる、ボコされてる、めっちゃ。やばいって、これ。いける、いける、ギッといけるって。どこを見ていけるって言ってんの。いってフルマットじゃん。あー、アルパカ死んだ。いや、でも今さんの HP がもう、あ、本当だ、やべえ、ミニじゃん。ちゃんと回避、ちゃんと回避しろって、お前やばいよそれ。やばい、やべえ、10いって。ダメだ、勝てない。まあということで、ボスはちょっともうちょっとレベル上げてからやろう。他にもあのダンジョンボスとかいるから、ダンジョンボス行ってもいいかもね。でそのダンジョンボス捕まえられるんよ、結構ね戦力になるから。このなんかタワーを攻略する前にダンジョンボスを行った方がいいかもね。うわー、15レベルのキャプペンってやついるけど、いけっかな。あ、そう、それそのキャプペンが結構いいらしい。ちょっと挑んでみようかな。ちょっと行ってみるか。どこにいるんだみんな。うん、めっちゃ遠くいますね。どこに、マップ外にいるよね。そうなの。マップ外ではないけど。意味わからん、それは。それはもうバグだから、お前。よし、ちょっと最後ちょっとキャプペンをちょっと頑張ってみんなでちょっと捕まえてみるか。オッケー、行ってみようぜ。よし。すごく強かったりするのかな、心配だな。まあ4人いりゃいけるって、行ってみようぜ。はい、ダンジョンに入る。はい、入れた。お、全員でいける。早く早く、いるいる、キャプペンいる。早く早く、入れた、入れた。いけ、出せ。よし、やれ。いけ、俺のパル。これ殺さないようにね、ちゃんと捕まえよう。あ、すごい勢いで HP 減ってる気がする。お、これいけんじゃね。いける、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 いける。もう誰か構えとけ、誰か構えとけ。バラセミア構えとけ、構えとけ、構える、構える。はい、お、いける、いける。どう。あ、いける。あ、ナイス。
めっちゃ簡単じゃん。4匹分じゃあ次ちょっとまた捕まえに行こう。行きましょう。いいね、帰るぜ帰るぜ。よし帰ろう帰ろう。なんかさ、待って、私乗ってるとこおかしくないね。え、ね、あの私の上に角神が乗ってるように。どういうことどういうこと。何それやば。だって画面共有していい、これちょって見たい見たい見たい。ほらほんまや。やばくないこれ。やば。帰る帰る。もう腹痛くなってきた。まあ、ということで今回は金属関係がいろいろと作れるようになったのと、もうボスを2体も討伐できたということで、次はもうポンタ気持ち悪いんだけどこれ。まあちょっと次回はちょっとさっきイムイが負けた塔のボスを倒しに行こうぜ。頑張って。いやあれマジボコボコにしてえわマジで。倒したいなあれ。悔しかったんだ。いやマジ悔しいあれ。ということでまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく。バイ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 。